院長。岡本委員。はい、ではこれから公明党の副秘書官の質疑に入らせていただきます。まず私からは、今回の予算説明書の列冊の中でも働き方改革について業務改善チームの設置という項目がございましたので、まずこの区の業務改善の取り組みによる効果が区民に与える利便性やまた福祉施策の向上に及ぼす影響という観点から質問をさせていただきます。まず平成29年3月の第1回定例会で、私はマイナンバーカードを活用した母子健康情報の提供サービスに向けて、まず区の母子健康情報の管理が紙媒体で行われていたことから、ここをしっかりと業務改善をして母子健康情報の電子化へ取り組むべきであることを訴えさせていただきました。区がこの私の質問を受け、平成30年7月より世田谷版ネウボラを支える保険システム構築を始められたことをまず評価いたします。いよいよ本年7月に本格稼働ということですが、まずこのシステムが取り扱う対象年齢、想定される人数、データの保管期間と本格稼働により期待される効果を伺います。院長、健康推進課長。宇外健康推進課長。はい、母子保険システムにつきましては、今も委員がおっしゃった通り、世田谷版ネオボラを支える情報システムと位置づけ、対象の範囲も妊娠期から就学前までの、妊婦及び子育て家庭としております。そのため、まず年間の、妊娠届出数を約9000件、また出生数を、8000件と想定し、妊娠期から就学前までの年間の対象件数につきましては、おおむね、5万7000件と見込んでおります。また本システムの導入による情報の一元化により、養子縁世帯の早期把握やきめ細かなフォロー等による乳幼児等の虐待の未然防止のほか、統計情報の自動計算機能など職員の作業負荷の軽減効果などを見込んでおります。なお、データの保存年限につきましては、現行の母子保険カードと同様に最終履歴から5年間程度を想定しておりますが、その点につきましては今後も精査する予定で準備を進めております。以上です。委員長。岡本委員。はい、ちょうど2年前、このネウボラ面談と同時に世田谷区は区内すべてのまちづくりセンター、安心健やかセンター、社協の中で福祉の相談窓口を開設をして、高齢者、子育て、障害者の身近な相談窓口としてスタートしておりますけれども、今の答弁の中で本システムの導入による情報の一元化によりきめ細かなフォローができますという、そういう答弁もございました。私はこの福祉の相談窓口で子どもの相談をしっかりと受け付けると銘打った以上、まずこの2年間でどの程度この相談窓口に子育ての相談が来ているのかどうか、それと比較して高齢者の相談との比較もまず教えていただければと思います。委員長、保健福祉部副参事。五十嵐保健福祉部副参事。はい、全27地区で実施しております福祉の相談窓口における相談件数についてですが、平成29年度実績で高齢者に関する相談は15万件を超えているのに対し、子ども関連の相談につきましては、まちづくりセンターで247件、安心健やかセンターで97件、社会福祉協議会で420件、合計で764件となっております。子ども関連の相談につきましては、その内容に応じまして、社会福祉協議会のファミリーサポートセンター事業など、福祉の相談窓口の中で対応するほか、福祉の相談窓口から総合支所の健康づくり課や子ども家庭支援センター等に引き継ぎ、必要なサービスや支援につなげております。以上です。委員長。岡本委員。はい、ただいまの答弁でちょっと、ね、やはりそうかと思ったんですけれども、福祉の相談窓口と言いながら、ただいまの答弁による平成29年度の実績では、高齢者が15万件ということですから、1ヶ月に計算しますと423件、子育ては年間で645件ですから、1ヶ月でいうと5件という状況ですから、まだまだ子育て世代にこの福祉の相談窓口が周知されていないということが、ここに現れていると思います。子育て世代は妊娠期の母親だけにとどまりません。
就学後のお子さんを持つ保護者に対して身近に福祉の相談窓口があることをまず周知することも必要だと思います。そのためにも介護高齢者のデータと同様にネウボラを支える母子保健システムの情報をすべての福祉の相談窓口で共有できるようにすることが子育て家庭を全区で支える体制の整備に不可欠と私は考えます。先ほど補完年限が5年間を想定しているとのことでもありましたが、以前の質問でも取り上げましたけれども、フィンランドのネイボラさんはなんと50年間データを保管して、そして子どもの成長から成人期までの見守りをしているという、そういうことがございます。世田谷はこのフィンランドのネウボラさんを習って世田谷版ネウボラとしたにもかかわらず、5年というのはお粗末ではないかなと思います。今後就学前から就学後を視野に入れた保管期間の拡充が求められます。区の見解を伺います。委員長、健康推進課長。宇外健康推進課長。はい、区民に身近な福祉の相談窓口に、母子保健システムを整備し、情報を共有すべきとのご提案ですが、子育て家庭を支えるためにはシステム環境の整備に加え、母子保健や子育て支援のスキルを備えた人材を配置するためのマンパワーの確保や、またその後の人材の育成などの課題がございます。一方、世田谷版ネウボラを支える情報システムとして、保健室等の専門職からなるネウボラチームを配置する総合所にこの母子保健システムを整備いたします。さらに、子ども家庭支援システムや今後稼働が予定されている児童相談所システムと密接な連携する場合もございますので、一部の情報を共有できる機能を配し、妊娠期から就学前までの切れ目のない支援のより一層の充実を目指してまいります。なお、福祉の相談窓口への母子保健システムの整備につきましては、子育てに関する相談等へのバックアップの機能も踏まえ、関係省庁とその在り方等を検討してまいります。また区民の生涯にわたってある一貫した健康管理は重要なことから、まずは今回はこの世田谷版ネボラの対象年齢までのこのシステム整備を手掛け、その後それに続く区民の健康情報の一元管理の在り方等について考えてまいります。以上です。委員長。岡本委員。はい、これから本格稼働ということもありますので、一足飛びにできるとは思っておりませんけれども、ぜひそういうトータルに区民の健康を、しっかり下支えするっていうことが大事なことですので、そこを視野に入れながら今後進んでいただきたいと思います。で、次に業務改善という点で、世田谷区が業務改善をすることによって区民の生活に対する、影響というか効果という点でもまた次に質問させていただきますけれども、実はある商店街の中でお豆腐屋さんとですね、たまたま お話をする機会がありました。その時にそのお豆腐屋さんが、ちょっと相談してもいいって言われたので、お話を伺った時に、実はそのお豆腐屋さんは世田谷区の区立保育園、また私立保育園、認可保育園ですね、食材を納入していると。で、だけれどもその私立保育園の方ではすべてその月末に納品したものの振り込みをしてくれるんだけども、世田谷区の区立保育園は全部小切手になっていると。で、その小切手を切ってもらうのには時間指定があって、その何時から何時までに行かないと判子というかそのもらえないそうなんですね、ということがありまして、で、私ちょっと調べました。で、その上で今度違う商店街のお魚屋さんに行ってですね、区立保育園と私立保育園のそういう納品のことについてちょっと聞いてみました。そうしましたらそのお魚屋さんもですね、いやー大変なんだよっていう話が出ました。で、それは自分 の, お店のように小さなお魚屋さんは、夫婦でやっているから、どちらかがその指定の時間に行けないっていうことが、例えば別の用事があって行けないときはお店を閉めていかなきゃいけないと。だいたいその閉めていって受領書を例えば書いたときにもちょっと住所を間違えると、何ですか、訂正印を押せば普通だったら済むところをもう一度書き直してくださいっていうふうに言われちゃうそうなんですね。で、だいたいそれで2時間ぐらい時間を使っているので、いや岡本さん、それちょっと本当に実は困ってるんですよって。だけど
まあ、あの皆さんいい人柄なので、もしかしたら世田谷区の方でね、月に1回は面談しましょうって思いで呼んでるのかもしれないって、それぐらいのなんかですね、気持ちでここ40年以上納品を続けているってお話がありました。で、まあ、この件についてですね、あの今時キャッシュレスの時代というふうに言われているのに、この小切手を切っているということなんですけれども、まずこういう納品業者さんがあの何社ぐらいあるのか教えてください。院長、保育課長。後藤保育課長。はい、お問い合わせの事業者の数ですけども、だいたい1円あたり10事業者程度ということで、実事業者としては区内全体で190事業者ということで、あの確認をしております。以上です。院長。岡本委員。はい、あの先ほどあの自民党 の, あの荻野議員からの業務改善の、まあ、1000万円って見込んでるって話もありましたけれども、440時間をあの時間数をですね、人件費でかけて、そして計算を出してるんですって言われたときに、この区民のね、区内事業者さんのこの非常なんていうか無駄な、あ、無駄っていうかね、その費用として計算したら、かなり相当な数あの金額になると思いますよ。あの190事業者がガソリン使って円まで行って、そしてヒヤヒヤしながらですね、あの路駐しながら受領証発行を待ってるということだそうでございますので、まあそういった意味ではですね、あのまああの区内事業者さんはですね、その路駐してることもまずいし、あとあの環境問題にもなりませんかって逆に心配してるわけですよ。ずっとガソリンというかね、そこのまま駐停車してるから、まあ、そういった心配もあるんですが、まあ、今後この業務改善というのであれば、ここにこそまずすぐにやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。院長、保育課長。小僧課長。はい、あのお話と通り、あの今時小切手かというようなお話が あろうかと思います。で、あの小切手導入の当初、あのかなり前ですけども、職員に確認しました。昭和50年ぐらいから小切手を導入しているということでございます。で、あの導入当時については金融機関に持ち込むことで、当時は現金化できるメリット、素早くということがありました。またあの各円での支払いがあの手続き的に楽になるといったようなメリットも当時はございましたけども、現行のところインターネットバンキングの普及だとか、あの口座の方をあのご自宅の方でもいつでも確認できるというような状況があのございますので、また安全対策の面からも、あの時代にそぐわなくなってきているものというふうに、あのそういうふうに考えております。以上です。委員長。岡本委員。まあ、この表を今更見せる必要もなかったんですけれども、区立保育園だけ50円小切手で、あとは私立認可保育園149円、区立小中学校すべて振り込みになっていたという意味では、なんか見落とされたこの化石のような取り組みだったという状況でございますので、まずあの業務改善を本当にあの真剣に考えるのであれば、その業務改善チームを設置するまでもなく、あのまず自分自身 の, その業務を見直すというところをですね、あの早急に各所管やっていただくことが重要ではないかなと思います。ではこの質問終わりまして、次の質問に移ります。岡本委員。委員長。委員長。岡本委員。あ、すいません、あのちょっと私の中で答弁いただいたつもりでいたんですが、はい、じゃあこのシステムを振り込みに変えるのはいつ頃になりますか。はい、院長、保育課長。後藤課長。はい、あの現在区立保育園では効率化に向けまして、さまざまな業務の実は ICT 化に向けた準備を進めているところでございます。小切手から振り込みによる支払い方法の変更についても検討を今行っているところでございます。あの主種の、いろいろと課題等をですね、勘案してあの解決の方向に向けて現在やっているところですので、来年度、早急に改善を図ってまいります。以上でございます。岡本委員。はい、あの早速皆さんにお伝えしたいと思います。はい、では次の質問に移ります。先日あの後期高齢者医療保険制度の中で、体の不自由な、まあ、高齢者、まあ、特に75歳以上を超えたあの ご主人を介護されているご婦人からのご連絡がありました。その内容は、ご主人は要介護5で、そして身体障害1級であると。で、まあ、今回十数年ぶりに補装具 の, あの装着を取り替えることになって、まあ、お医者さんに見ていただいた上で、この費用の
やり取りになったということなんですけれども、まあ、このご家庭の場合は介護保険であるとさくら証というものを受給している方なんですね。で、まあ、さくら証というのは住民税非課税世帯の方に法定外のサービスを軽減できる、まあ、そういう認定証ということでございますが、まあ、今回介護保険ではないのでこの方は後期高齢者医療保険制度の中でも1割負担で住民税非課税世代ということで、まあ、こちらになりますけれども1割、まあ、区分1と区分2が住民税非課税世帯にはありますが、まあ、外来月に1月の上限額が8000円まで、例えば入院したとしても1万5000円から2万4600円までということが、まあ、1割負担の場合の住民税非課税世帯の方は、まあ、軽減措置が取られているんですけれども、まあ、この度の課題というのが私が相談し伺って感じたのがですね、この補装具の購入の負担額についてなんですけれども、まあ、これも1割負担なので最終的にはこの方は1万4200円の負担でいいんですが、この補装具をですね、まず一旦全額立て替え払いをしなくてはいけないという状況に今なっております。これは本来限度額の、まあ、この減免の認定申請書を出すと減額認定書というのを示せば普通窓口負担の額で済むところをこの補装具の場合はそれが使えないそうで、一旦14万円工面しなきゃいけない低所得者の方がいらっしゃるということなんですけれども、このことについての改善を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。院長、国保年金課長。太田国保年金課長。はい、補装具の作成にかかる療養費というふうにことになるんですけれども、これは国の通知に基づきまして全国一律に行われているものでございます。で、保険者としましては東京都の広域連合にございますので支給の手続きが行われているものでございます。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、以上で終わっちゃうと困っちゃうんです。改善を求めたいんですけども、いかがでしょうか。委員長、東京都の副課長。太田課長。はい、自己負担額を超える額が返還されるというそういう仕組みになってございまして、これは児童制服のようにですね、例えば児童自己負担分のみの支払いで済むようなそういった仕組みとして児療委任制度というのがあるんですけれども、その制度につきましては業者が本人に代わって療養費の申請を保健所に行うものでございまして、保健所が医療機関と協定を結ぶということになってございます。で、ご指摘のケースもございますので、その制度ですね、導入するということにつきましては負担軽減にもつながるというふうに考えておりますので、まずは保健所である東京都の広域連合に対しまして協議をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、よろしくお願いします。あともう一点なんですけれども、この補装具ですね、まあ、最終的に1万4200円にはなるんですけれども、この補装具を採寸してもらう業者さんがまず家に来て、その後出来上がって試着をしてみて、でいろいろすれたりして、まあ、そこの補修をしてもらって最終的に納品をしてもらって、だいたい最低3回は来られるんですけれども、この1回につき3000円ずつ実費がかかっているという、まあ、そういう出張旅費は法定外ということで全額負担というふうになっているんですけれども、調べてみると法定内でやる業者もあったり法定外の業者もあったりで、なんかこの後期高齢者のこの医療保険制度がどうなっているのかなって気になるところなんですけれども、この不備について区として今後の改善案をお願いします。委員長、国保年金課長。太田課長。はい、後期高齢者利用制度では補装具の作成に伴いまして国の基準によりまして健康保険の適用の有無というのが定められてございます。で、おっしゃる通り業者の出張費の請求というものですね、補装具の作成代に含まれている場合もございますし別途請求される場合もございまして、それぞれ業者の考え方によって異なっているという状況でございます。で、保険者である東京都の広域連合ですとか他区ともですね、情報共有しながら保険者の広域連合に対しまして問題提起し、でまずはですね、考え方の整理をさせていただければというふうに考えております。以上でございます。委員長。岡本委員。はい、実はこの方の場合ですね、後期高齢者医療保険制度で補装具を作ると1割負担
でも実は障害者手帳を持ってるんですよね。で、障害者手帳の方でもし補装具を作ると0円なんです。なので本当に制度と制度の縦割りの中で、こういう見落とされてしまっている方々がいらっしゃるということを私は今回知りました。で、区としても、このようなことがですね、事例としてあるということをぜひ広域連合の方に持ち上げていただいて、早急なる改善を求めて副代議員に代わります。